全世界株と先進国株と米国株を比較してみましょう。節約マスクのお金の話。こんにちは、カオルです。私を含めて投資の才能がないほとんどの個人投資家は長期インデックス投資をするべきだと考えています。それは長期のインデックス投資なら何も勉強していなくても誰でもそれなりに高いプラスリターンが期待できるからです。ただインデックスといっても実はいろいろありますので、投資対象を何にするべきか迷う人もいるかもしれません。特に代表的なのは全世界株に投資をするか米国株に投資をするか問題ですね。同じインデックス投資家でも全世界株派と米国株派はキノコの山派とタケノコの里派くらいどちらがいいか終わらない議論を続けています。ただ個人的には先進国株を仲間に入れてあげてと思っています。この間行ったアンケートで長期インデックス投資家に質問です。メインで積み立てしているのは何ですかと聞いてみたら、米国株が 67%、 全世界株が 20% だったのに対して先進国株は 2% でした。先進国株も数年前までは話題に上がることが多かったんですけど、今や杉の子村くらい忘れられた存在になってしまいました。ということで今回は全世界株、先進国株、米国株の3つのインデックスについてお話ししていきます。それぞれの質について軽く説明した後にリターンを比較していきましょう。まず全世界株に投資ができる商品は、日本の投資信託でいうと EMAX シスリム全世界株式オールカントリーとか、楽天全世界株式インデックスファンドとか、 SBIV 全世界株式インデックスファンドですね。オルカンは MSCI オールカントリーワールドインデックスという指数への連動を目指す商品で、楽天全世界株式と SBIV 全世界株式は FTSE グローバルオールキャップインデックスという指数への連動を目指す商品です。どちらも世界中の企業に投資ができる商品であることは共通していて、大きな違いは小型株を含むかどうかです。オルカンは小型株を含まないので約3000銘柄への投資なのに対して、楽天全世界株式と SBIV 全世界株式は小型株を含む約8000銘柄への投資となっています。銘柄数が全然違うから全く違う値動きをするのかなと思うかもしれませんけど、各指数に連動する米国 ETF をチャートに並べて比較しても微妙な違いしかありませんよね。2009年からの年別のリターンを見ても毎年わずかな違いがあるくらいだということがわかります。これは対象の株価指数が時価総額加重平均型といって、時価総額の大きい企業、つまり大企業ほど株価に与える影響が大きい仕組みになっているので、小型株の影響があんまり大きくないからです。もちろん少しは差が出てきますけど、個人的には気にしても仕方がないレベルだと思います。次に先進国株式に投資ができる商品は、日本の投資信託でいうと EMAX スリム先進国株式インデックスファンドとか、日清外国株式インデックスファンドとか、タワラノーロード先進国株式ですね。3つとも MSCI 国際インデックスという指数への連動を目指す商品です。全世界株と違って人気商品が3つとも連動を目指す指数が同じなので分かりやすいですね。これは日本以外の先進国の株式に投資ができる商品です。別に日本を仲間外れにしているわけではないんですけど、日本人が外国株式の成績を測るときのベンチマークとして昔から使われている指数なので、投資商品としても定着してしまっています。次に米国株に投資ができる商品は、日本の投資信託でいうと EMAX スリム米国株式 S&P500 とか、 SBIV S&P500 インデックスファンドとか、SBIV 全米株式インデックスファンドとか、楽天全米株式インデックスファンドですね。スリム米国株式と SBIV S&P500 はアメリカの大型株500社から算出される S&P500 指数への連動を目指す商品で、 SBIV 全米株式と楽天全米株式は CRSP US トータルマーケットインデックスというアメリカの大型株、中型株、小型株の全てを含む指数への連動を目指す商品です。全世界株の時と同じで、銘柄数は500銘柄と約4000銘柄なので大きな違いがあります。ただこちらも時価総額加重平均型の指数なので、チャートに並べて比較をしても少しのズレしかないのがわかりますね。年別のリターンを見ると、全世界株の2種類に比べると少し大きな差が開いている投資もありますけど、
まあ、そこまで劇的な差があるわけではありません。ということで、インデックス投資家に人気がある投資信託は、大別すると、全世界株、先進国株、米国株の3種類になります。よく、オルカンと SBIV 全世界はどっちがいいですかとか、スリム米国株式と SBIV 全米株式はどっちがいいですかとか聞かれますけど、そこまで大きな違いはありません。仮面ライダー1号と2号の違いくらいです。これから比較するのは、オルカンに連動する指数と、先進国株式の3ファンドに連動する指数と、スリム米国株式と SBIV S&P500 に連動する指数ですけど、その他のファンドに投資をしている場合でも、同じグループのファンドなら大差はないと思ってください。では、まずそれぞれの指数の各年のリターンを表で見てみましょう。数値はすべてドルベースで、配当込みのトータルリターンです。どれも中身は米国株を中心とした株式なので、当然、プラスになったり、マイナスになったりの動きの向き自体はほとんど同じです。ただ、さすがにリターンの差はそこそこあって、特に米国株と全世界株では 10% くらい差がついている年もちょこちょこありますね。この表を棒グラフにまとめたのがこちらです。青が米国株、赤が先進国株、黄色が全世界株です。全世界株がトップになっている年もあれば、米国株がトップになっている年もあって、先進国株はその中間くらいにいることが多いですね。もう少しざっくりとトレンドがわかるように、各年のリターンの順位を表にしてみました。大雑把に言うと、1988年から2001年までは米国株が強くて、2002年から2009年までは全世界株が強くて、2010年以降は米国株が強い時代という感じでしょうか。全世界株は1位が11回、2位が4回、3位が19回で、先進国株は1位が3回、2位が27回、3位が4回で、米国株は1位が21回、2位が2回、3位が11回です。では、実際に投資をしていたとしたらどうなっていたのか見ていきましょう。スタートを100として、1988年から2021年までの値動きをレース形式のアニメーションで追ってみましょう。ということで、仮に1988年にそれぞれに100万円を一括投資していたら、2021年に全世界株は1644万円、先進国株は2899万円、米国株は4043万円になっていました。名目の年平均リターンを計算すると、全世界株が 8.58%、先進国株が 10.41%、米国株は 11.49% でした。年平均リターンで言うならどれも立派な数字ですけど、34年分もあると複利効果が凄まじいので、最終的な金額は大きく変わってきますね。この期間においては基本的には米国株が一番強いので、米国株の比率が高い順にいい成績を収めてしまっています。この時期だけでは全世界株がかわいそうなので、次は全世界株が調子の良かった2002年から、それぞれのスタート時を100として値動きを追ってみましょう。ということで、仮に2002年にそれぞれに100万円を一括投資していたら、2021年に全世界株は514万円、先進国株は550万円、米国株は618万円になっていました。後半は米国株が強い時期だったので逆転していますけど、前半は全世界株が強くて、先進国株も含めて
抜きつ抜かれつのいい戦いをしていることがわかりますね。この期間の名目の年平均リターンを計算すると、全世界株が 8.53%、先進国株が 8.9%、米国株は 9.53% でした。米国株に投資をしている人は、経済がグローバル化した現代では、投資先を全世界に分散させることのメリットは希薄化して、米国株一本に絞った方が大きなリターンを得られると考えている人が多い印象です。実際のところ、過去30年まで見ても、全世界株であろうと、先進国株であろうと、リスクはそれほど大きく違いはありませんし、リターンはそれなりの差がついています。なので、シャープレシオは米国株が一番高くなっています。シャープレシオというのは、リスクあたりのリターンを表す数字で、基本的に数字が大きい方が効率的な運用ができていると考えられます。ただ、全世界株に投資をしている人のほとんどは、そんなことは理解した上で選択している場合が多い気がします。今後もアメリカが世界経済の中心となって高いリターンを上げる可能性が高いと思いつつも、それがいつまでも続くかはわからないっていう考え方ですね。現在の全世界株の国別の構成比率はこのようになっています。アメリカが約 60% で、その他の先進国株が 22%、新興国株が 12% です。これは別にアメリカ大好きおじさんがエコひいきをしてアメリカの比率を高くしているわけではなくて、現代ではアメリカに大企業が多すぎるからこのような偏った比率になっているだけです。もしこの先アメリカが衰退して他の国から世界を股にかけて活躍するポストガーファムみたいな企業が誕生してきたら、この比率はそれに合わせて自動的に調節されます。そしてそこまで大きな成長はなかったとしても、ここ10年以上米国株が強い時期が続いているので、米国株が割高になりすぎていて、新興国株とか他の先進国株は相対的に割安になっているかもしれませんよね。そうだった場合、2002年からのようにしばらく米国株が低迷することも考えられます。米国株一本だと世界情勢の変化に対応できないので、安心して何十年先までも保有し続けられる全世界株に投資をするのもありですよね。本来はこれが一番正しいインデックス投資だと私も思います。では、杉の子村のように忘れられている先進国株はどうなんでしょうか。こちらも同じように米国株が 72% を占めていて中心ではありますけど、新興国株が含まれていないのが全世界株との大きな違いです。新興国の爆発力も取り込めない上に、長期的に伸びしろがなさそうなアメリカ以外の先進国が混ざっているので、どっちつかずな印象に見えます。実際に成績で見ても米国株と新興国株の間になることが多かったですよね。じゃあ先進国株のいいところはどこかというと、私は資本主義の国に分散投資ができるところだと思っています。基本的にインデックスが長期では右肩上がりに上昇を続ける可能性が高いのは、それが資本主義経済の仕組みだからです。ただ新興国には自由に経済活動を行える仕組みがない国もあって、果たして株価が右肩上がりになるんだろうかって懐疑的に考えてしまう人もいるんじゃないでしょうか。そして特定の新興国に投資はしたくないという考え方の人もいると思います。例えばアメリカへの一国集中は避けたいけど中国に投資するのも嫌だなっていう人にはおすすめできる商品です。あとは番外編ですけど、企業型確定拠出年金で選べる低コストインデックスファンドが先進国株式しかないっていうパターンとかもあるらしいですね。ということで、それぞれの過去のリターンとか投資する理由とかを紹介してきましたけど、私自身について言うならリスク資産はほとんどが米国株です。ただ別にそれが正しいと思っているわけではないですし、それぞれに投資する理由も全部納得できるので、ぶっちゃけ好みで選べばいいだけの話です。本当にキノコの山がいいかタケノコの里がいいかという話とほとんど同じなんですよね。キノコの山の方がチョコの割合が多いから好きな人もいれば、タケノコの里の方が生地がクッキーっぽくて好きな人もいますよね。大事なのはそれぞれの特徴をちゃんと理解した上で自分が信じる商品を選ぶことだと思いますので、この動画は投資初心者の方の参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。